ジュニアスニーカーズ第3ヒートをスタートいたします。さあ、全4台がスタートしてきました。第3ヒート、さあ、これはジュニアスニーカーズ終了後ですね、フレッシュマンクラスの予選ラウンドに進みますので、各選手準備をお願いいたします。さあ、まずは1周目トップに立ったのは関西圏はもう一人の柳沢兄弟、今度は吉安選手ですね。さあ、11秒850で帰ってきた1周目蛍光オレンジのカラーリングのマシン。さあ、コントロールターを向かって左から2番目、そして2番手につけているのは関西1番、もう1点大塚日和選手、そして向かって1番右手の女の子ですね、13秒360は今の瞬間に更新した。しかしこれ枠駅のは2番手、川崎には木村選手が2番手に入ってきた。木村選手は総世代に向かって一番左手の男の子ですね、黒いシャツを着た男の子が現在2番手に上がってきた。3番手に大塚選手、4番手に長嶋選手というオーダー、残り時間50�秒。さあ、レースリーダーの柳沢選手は現在6周目。さあ、ベストアップ今の試合11秒580、ベストアップ更新しました。走行時間残り30秒です。11秒430。さあ、みるみる周回ごとにベストアップを上げていきます。残り時間20秒。残り10秒です。各社ゼッケンのコールがあるので走行してください。はい、残り2分経過しました。3コースゴールです。2コース、1コースゴール、はい、全車ゴールです。トップゴールは勝手には柳沢吉安君、受けてください。はい、10周2分5秒03秒でフィニッシュです。